ヒカキンくんの横に丸尾くんだー。今日はスポンポン祭りだい。スポンスポンでスポンポン。はい、皆さんどうも、モフコです。ボイヒーくんだろう。その見た目だったらモフコじゃなくてとんがりっこだよ。前回のドイクラはかまど駅を作ったんだよね。かまど駅の映像を見せろよ。なんでゾンビのマグマダイブ？それでは今日も頑張ってマインクラフトやっていきましょう。前にマグマヒカキンくんを作ったらコメントで丸を作ってってあったので、今日は丸を作っていくぞ。毛で作った方がいいと思うので、羊の毛をどんどん集めていこう。ということは、新スポンポン祭りの始まりだい。新ってなんだよ。スポンポンのスポンポン、スポポポポンポンポン、スポンポンのスポンポン、スポポポポンポンポン、一人でスポンポン、みんなでスポンポン、子供も大人もじいちゃんばあちゃん老若男女でスポンポン、スポンポンのスポンポン、スポポポポンポンポン、スポンポンのスポンポン、スポポポポンポン、スポポポポンポン、スポポポポンポンポン。スポポンってなんだこの歌。スポポン祭りのテーマソングが新しくなってるよ。聞いていただきましたニューシングル裸地獄。ひどいタイトルだな。 iTunes 絶賛配信中。配信するわけないだろう。うるせえ。これが流行ってみんな学芸会の合唱コンクールで歌うんだよ。歌わないよ。そんな学校潰れてるよ。たっぷりと毛を集めていくよ。今回茶色い毛も使うから茶色の羊を繁殖させたいな。どうにか茶色の羊生まれてこないかな。白が生まれてきました。あちゃぺちゃぱー。白と茶色じゃ白しか生まれないのかな。スポポンから毛が生えるまでのちょっとした時間を使って木を切って炭を作ろう。ガラスを使いまくるせいで炭が全然ないんだよね。炭を作るときにはこのかまど建築が便利だよね。別にここまではかまど必要ないけどね。白はだいぶ集めたからあとは茶色だ。でも全然毛生えないな。先生みたいにずっとハゲっぱなしだよ。先生だってそのうち髪の毛生えてくるはずだよ。全然毛が生えてこないどころか牛のおならの匂いを嗅いでるよ。もしかして牛のおならの匂いを嗅いだら毛が生えてくるとか。そんなわけねえだろ。でももしそれが本当だったら先生も今すぐおならを嗅ぎに行こう。毛をどんどん切ってたらまさかの村人がいるよ。村人も毛を切ってほしいのかな。ハゲてるから切る毛はないよ。たっぷり毛が集まったぞ。これで丸を作っていこう。丸尾のイメージはこんな感じ。絵が下手すぎだな。こんな感じだろ。これをどうやってマイクラのスキンっぽく見せるかだね。まずは何も考えずに羊毛でマイクラのスキンを作っちゃおうかな。計画性なく作って大丈夫かよ。スキンの土台が出来上がりました。スキンの長さはこんな感じ。足の長さは12積み上げていきましょう。下はふわふわの羊毛だから落ちても大丈夫。どこがだよ。思いっきりダメージ食らっちゃってるじゃないかよ。周りもどんどん積み上げていきましょう。12マス積み上げましたら落ちないように穴は埋めとこうかな。本当に白の羊毛だけで作ってるけど大丈夫かな。足ができたので体と手を作っていきましょう。手は体から4マス伸ばしていきます。これで手の枠組みの完成。中を埋めていきましょう。反対側もできました。体と手の長さは12マス。どんどん高さを出していきましょう。白い羊毛ばかりでこれでっかい豆腐でも作ってんのか。あーバレちゃった。本当にでっかい豆腐作ってたのかよ。違うだろ、丸尾だろ。高さが12マスになったので蓋をしていきましょう。3マス蓋をして次からは顔の部分になります。顔の部分は落ちないように埋めときましょう。本当は蓋をせずに落ちた方がメッシュまで大爆笑なんだけどね。落ちただけでそんなに笑うのかよ。次
次に顔の部分を作っていきましょう。縦八マス、横八マスの三角形だね。正方形だよ、バカだな。横から見るとこんな感じだね。顎を伸ばしてしゃくらせるのもいいかもね。なんでしゃくらせるんだよ、しゃくれた猫嫌だろう。とりあえずはしごを伸ばしたいのでここから落ちます。落ちたよ、大爆笑だね。子供の笑いのツボはわからんの。顔を前に2マス出していきます。どんどんと伸ばしていき、正方形作っていきましょう。下の面を作って高さを出して蓋をして頭の部分出来上がり。次に耳を作っていきましょう。真ん中部分は開けたいのでこんな感じがいいかな。真ん中2マス開ける、目印を作る。その横にさっきの絵のように耳をつけていきましょう。ちょっと細すぎかな、もう少し太くしていきましょう。これで耳の完成。これで丸尾の完成。どこが丸尾だよ、やっぱり豆腐の塊じゃないか。もっと茶色い部分作らないと。それじゃあまずは顔から作っていこう。こんな感じで作れたらいいんだけどね。どうにか四角でこれっぽく作れるように頑張っていこう。それじゃあ目を作っていこう。目は大きめに作りたいから4マス使っていこう。大きめにできて可愛くなるんじゃないかな。次に鼻と口、一旦この絵みたく置いてみるしかないな。奇数なら作りやすいんだけどね、偶数だから鼻が結構デカめになっちゃいそうだな。置いてみて違ったらまた直せばいいからね。どんな感じになったか見に行ってみよう。全然鼻と口っぽくないな。これはもう人生最大の失敗だな。そこまでじゃないだろう、直せばいいんだしさ。もう絵の感じにせずに猫っぽい鼻と口を作っていこう。鼻を4マスにして口を猫っぽくすればいいかな。もう適当でいいか。やる気なくすなよ。顔のついでに頭の茶色い部分も作っていこう。1マス開けて茶色にすればいいかな。これだと真ん中の茶色がくっついちゃうけど、まあ仕方がないか。これで茶色い部分をもっと伸ばしていこう。これでいい感じに頭の茶色い部分が表現できたらいいな。また下手くその絵を出してきたよ。そして耳の裏側を茶色くしていこう。さっきから削るのがめちゃくちゃめんどくさいな。最初から計画立てて茶色い部分作っていかないからだよ。茶色い部分をつけていき、耳の部分完成。これでどんな感じなのか一旦見に行ってみよう。正直あんまり可愛くないな。マイクラスキンにするのって難しいな。もう少し口をにゃんこ大戦争の猫みたくしてみよう。これだったらどうなるのかな。そして頭の茶色い部分ももう少し伸ばしとくか。これでどうだろう。さっきよりは猫っぽくなったし、もうめんどくさいからこれでいいか。めんどくさくなるなよ。でも猫っぽくなったからいいんじゃないのかな。それじゃあ体の茶色い部分作っていきましょう。後頭部は全体的に茶色なので、耳から後ろは茶色にしていこう。白ウールをほとんど削らなきゃいけないや。めちゃくちゃ大変だな。だから計画立ててやんなきゃダメだよ。あと茶色の毛が残り12個しかないから、残りの茶色は土にすればいいか。土使っちゃうのかよ。汚ねえ茶色になるな。茶色の羊毛がまた集まれば色変えればいいんだって。それまで一旦土にするだけだって。いつか綺麗な茶色になる日が来るよ。ああ間違ったとこ削っちゃって落ちてやられた。あじゅっぴじゅっぱー。でも落ちてやられて大爆笑。笑ってる場合じゃないから、せっかく貯めた経験値が。後頭部だけじゃなく他の部分も茶色にしていきましょう。腕にはラインをつけていこうかな。これだとおしゃれだよね。さらには足にもつけていこう。足は真ん中までいかない程度にラインを。そして後ろは思いっきり茶色にしていこう。さあライン作りしていきましょう。羊毛をどんどん削っていって、それを土に変えていく。いい感じにラインできてるね。そして後ろは思いっきり茶色に変えていく。背中は丸々羊毛を土に変えるのか、すごく大変。羊毛にうんここすりつけて茶色に変わったらいいのにね。マイクラうんここすりつけたりできないから。あとうんここすりつけた羊毛なんて土より汚いよ。
必死に茶色い部分をどんどんつけていき、丸尾が完成しました。それでは出来上がった丸尾を見ていただきましょう。どうぞ。思ってたよりも可愛くないね。せっかく作ったんだからそんなこと言うなよ。丸尾というか四角尾だもんね。斜めから見たらこんな感じ。茶色い部分が目立ってこっちの方がよく見えるかな。斜め後ろからもなかなかいいんじゃないかな。後ろから見たらこんな感じ。やっぱり肌が汚いな。肌じゃなくて毛だけどもね。というわけで今日はここまで。四角をよくできたねと思ったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。さよなら。チャッチャッチャチャッチャッチャチャッ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 チャンネル登録よろしく。